ジョージ・ウィリアム・ケイシー・ジュニアは、アメリカ合衆国の軍人。アメリカ陸軍に所属し、第36大陸軍参謀総長や在位楽、他国籍軍総司令官などを歴任した。最終階級は大将。1948年、連合国軍占領下の日本の宮城県仙台市にて、生を受ける。父ジョージ・ケイシー・シニアは、新中軍部隊として、 日本本土に駐屯していた第七不評師団の将校で、後に第一機兵師団長として、ベトナム戦争で戦死することとなる。ミリタリーブラッド、すなわち軍人の息子として育った、ケーシー・ジュニアは、父の転勤に従い、日本からアメリカ本土、ドイツなど世界各地を転々とした。米本土では、マサチューセッツ州道チェスターのボストンカレッジハイスクールを卒業。 その後、陸軍士官学校を志願するも入校は果たせなかった。1970年には、ジョージタウン大学にて、国際関係に関する理学志望を、1980年には、デンバー大学にて、国際関係に関する修士望を得ている。また、ビンスロンバルディが、ワシントン・レトスキンズのコーチを務めていた時、彼の下で一時働いた経験もある。イラクティクリートを訪問した。 KCFCS 計画及び MGV 計画に関する報道向け発表を行う KC 陸軍参謀総長就任に際してグリーン陸軍長官に先誓を行う KC ゲイツ国防長官から防衛士勲章を授与される KC1970 年ジョージタウン大学の卒業とともに予備役将校訓練課程に参加して陸軍将校となる陛下は機械化不評であった 彼は、第一機兵士団第三旅団長を務めたほか、ドイツ中流の第一機構士団では、機動戦担当士団長法及び、支援担当士団長法を務めた。1996年7月から1997年8月まで、ジョイントエンデバー作戦に基づく、和平利口部隊の一員として、ボスニア・ヘルツェゴビナへ派遣された。派遣中は、スラボンスキブロドの指揮所に勤務した。 1999年7月、第一期公子団長に就任。2001年7月に、子団長の座を退き、同年9月から2003年1月まで、統合参謀本部に、戦略計画、方針局の局長として勤務。2003年1月から2003年9月まで、統合参謀本部事務局長。その後、2004年6月まで、 第30大陸軍副参謀総長を務める。ケイシーは、リカルド・サンチェス中将の公認者として、2004年7月から2007年まで、在イラク多国籍軍の指揮官を務めた。ケイシーの目標は、目下の課題と治安維持の責任を及び権限を、イラク側へと円滑に引き継がせることであった。彼は指揮官たる権限のもと、イラク治安部隊の訓練を行わせつつ、 アメリカ軍の活動を段階的に縮小し治安維持任務をイラク側へと移行していった。アメリカ外務局がイラク政府再建に向けた選挙の支援を始めたとき、彼はアメリカによる押し付けがましいほどに大掛かりな介入がこの国の政治、安全保障問題を解決することはなく、むしろ反乱の理由を与えるばかりであるという見解を示している。2005年、 ケイシーは12月の議会選挙がイラクの安定につながることを期待してイラクチアン部隊の訓練と並行する形で2006年初頭の米軍部隊削減を計画した。同年8月の公開討論会においてケイシーは戦力削減に際し撤退する可能性のある部隊の名前をいくつか示した。この時彼はイラクチアン部隊に役割を引き継いだとして およそ13万8000人の米軍戦力を2006年初頭までにおよそ3万人ほど削減することが可能であろうと述べた。当時の米大統領ジョージ・ W ブリュー・ブッシュは、ケーシーの主張はあくまで憶測に過ぎないとして、彼の発言に対し厳重な注意を行っている。また、その後のサーマンラーのアルアスカリ寺院に対する爆弾テロにより、周波間の対立が深まり、 連立政権樹立による情勢安定及び治安任務の異常に関するケイシーの計画は大幅な修正を余儀なくされた。また、2007年1月にはイラクへの兵力増派を批判する声明を発表している。2007年2月10日、ケイシーはデビット・ペトレイアス大将に在イラク、多国籍軍司令官の職を引き継ぎ、イラクを離れた。4月10日、 ピーター・シューメーカー大将の後任として、第36大陸軍参謀総長に就任。ケイシーが陸軍参謀総長の職にあった2007年4月から2011年の期間、合衆国陸軍はおよそ1万1000人の人員と2000万ドルの年間予算を有していた。彼は6年間の任期で2つの戦争を指導し、従来型の戦争を想定していた陸軍を21世紀の 戦争に適した機動性のある組織へと転換していった。彼は陸軍の増強にも努め、若い将校のための在職手当の増額、軍人及び軍人家族に対する支援の拡大、少尉軍人への支援の拡大などを推し進めた。その他に高級将校団の教育改善、海兵隊と同様のローテーション式の前線展開プログラムの採用、 陸軍周兵予備陸軍予備役の再教育などがケイシーの功績として挙げられる。2009年11月、ムスリムの精神会に、ダル・マリク・ハサン少佐による銃乱射事件の発生を受け、ケイシーは多様性を傷つけられたことが本当の悲劇であるとして、この事件は大いなる悲劇であり、また我々の多様性が侵害されたのならば大いなる。恥とも称しうると語った。 2010年2月のインタビューでは、我々の多様性、つまり陸軍だけではなく我が国の多様性は大きな力を秘めている。この恐ろしい悲劇には、ゾッとするし、我々の多様性が犠牲になるのなら、それは大いなる過ちだろうと語っている。こうした発言は、いわゆる政治的正しさへの過剰な配慮であるとして、後に批判を受けた。2011年4月11日、 マーティン・デンプシー大将に陸軍参謀総長の職を引き継いで陸軍を退役。ケイシーの退役式典はフォートマイヤーにて行われた。退役後はマサチューセッツ州シチュエートに暮らしている。ケイシーはアメリカ軍人として次のような気象、勲章等を受賞している。ありがとうございます。